始まったかな皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます、えー。今日思うことあったもんで動画を回させてもらっております。<laughs> うまく言えてないな。えー、それはですね、えー、教え子の話ですね、うんえー。先日はですね、温泉で えー、ひょっとして巻き先生ですかなんて声かけてもらってね。最初は、うん、誰かなと思ったんだけど、よくよく話をしていくとあーみたいなね。<laughs> えー、もう大きくなったねってね、久しぶりだったもんでね。えー、もうあの頃の面影はあるけれども、本当に大きくなってびっくりしましたね。大人になってましたね。 えー、スーパーのね、えっ、ー、と、入り口の前で、牧野先生ですかみたいな声かけられてね。これは親御さんだったので、もうすぐわかりました。ね、あのー、だって変わってないですもん。<laughs> そして今日はですね、えー、ドラッグストアの店内でですね、えー、あ、ひょっとして牧野先生みたいな感じでね、えー、声かけていただいて。えー、まあ、久しぶりだったけど、えー、多分、 えー、お母さんと一緒に行ったので分かったんだけども、多分お母さんといらず、ま、おらず、街中でこういたら、ひょっとしたら、向こうは気づくかもしれないけど、私の方は気づけなかったかも分かんないですよね。えー、何が言いたいかっていうと、えー、大人って、私も含めて、えー、今私43ですけど、えー、5年前の自分と、えー、今の自分、まあそんなに変わんないですよ。 ひょっとして牧野先生ですかって見てわかるくらいですから。<laughs> そんなに変わらないと思いますねえ。むしろ最近若返りましたな、なんてね、言われるくらいですから。<laughs> えー、一方で、子供の5年は大きくないですか考えてみてくださいよ。小学校1年生の子が、えー、いて、会うじゃないですか。想像できますかで、えー、5年間会わずに6年生になったその子が、えー、目の前で現れるんですよ。 ねえ。えー、これ、まあまあ大きな差ですよね。1年生から6年生までの5年間って。えー、もうちょっと想像してもらえますかね。えー、6年生、12歳の子がいるじゃないですか。で、さらにもう5年間足してみてくださいよ。えー、17歳、もう高校生。ねえ。えー、小学校6年生卒業から5年間会わずに、え、高校2年生、3年生になった子供が、 あの時の時子が前に現れるんですよこれまあまあまた大きなね変化成長じゃと思いませんかね <laughs> そうそうなんですよね。子どものね変化って大きいなって思うんですよ。うん1年だって大きいですけどね、えー、5年って結構大きいですよね。えー、だから <laughs> 向こうはこっちを見て、えー、そんなに変わってないなって見てわかるんだけどこっちから 見たたらら、えー、年間会っってななかったらね結構大きな変化ですよ <laughs> ねそしてまた嬉しいなってねあ、えー、こんなふうにね、えー、と日々重ねて大きくなったってことはとても嬉しいなってあそんな、ね、あなたに会わせて幸せだなって思いで、えー、と今日もね、えー、顔を見させてもらったんです。でね えー、私が嬉しいなって思うのはその何て言うかなどこどこ高校っていうなんかところに、えー、頑張って入りましたとか何 <laughs> とかで、ねえー、部活で優秀な成績を収めましたとか何 <laughs>、えー、ですか、えー、そういうことで、えー、嬉しいなではないんですよ。<laughs> 別に、えー、どこどこ高校に行っても行かなくても。 えー、部活で、えー、当初の成績を収めても収めなくても強くなってもならなくても、えー、今うまくいってもいかなくても、ねえー、失敗してもし、えっと、うま成功してもしてもしなくても、えー、別にねあ <laughs>、えー、あななななたたががででいいるこことととててもしっんですよね、えー、あなたがあなたでいることというかですね えー、今もこうやってね、えっ、ー、と、顔を見られるってことが、ね、会えるってことが、いてくれるってことが、えー、とても嬉しいことだなってことを思うわけです。ね。だから、うん。まあ、簡単に言うと、何かができてもできなくても、あのー、うまくいってもいかなくても、あなたはあなたで大丈夫だと思うよってことを伝えたいなって思います。ね。えー、じゃあ逆に、えー、例えば、 第一志望校の高校や大学に合格しない自分はダメだとか、えー、部活でこう、えー、目標にしていた成績が収められない自分はダメだとか、なんつうのかな、えー、勉強とかで結果が残せない自分には価値がないとか、えー、そんな風にして自分で自分にダメ出しをすることは、えー、もうする必要ないんじゃないかなって。 そんな自分も頑張ってきたじゃんかって。よくやってるじゃんかって。えー、自分で自分のこと褒められないなら私があなたのこと褒めますよ。ねえ <laughs>。よくやってるじゃないですか。結果が出なかったとしてもそこに向けて頑張ってきた過程はきっとどの子にもあると思うんですよね。目指してきた過程というかね。うん。 で、たとえ頑張れなかったとしても、頑張れなかったとしてもですよ、頑張れない時ってないですか <laughs> 頑張れない時もあるでしょう。でも、頑張れなくても、えー、こうありたいなって、なんか、日々、何か自分の思いがあって、それに向けて生きているってことそのものが、なんか価値あることじゃないかなって思うんですよね。今こうやって、えー、この動画を見てくれていること。 で朝目覚めて、えー、今日も生きているってこの自実が、えー、素晴らしいことすごいことだと思うんですよねうんだからすごい人になろうとしなくてもよくてもう十分すごい人だよあなたはってことを今日は伝えたくて、えー、なんかね、えー、伝えたくなったもんで、えー、動画を撮らせていただきました、えー、すごい人になろうとしなくてもよくてもうあなたは、えー、すごい人だよって この世までね、生まれてきて生きているってことが、もうすごい人なんだよってことを、えー、今日は伝えたくて、えー、動画を撮らせていただきました。ね。なんか条件付きの、条件、その条件を満たしてないと自分はダメだって罰つける必要は全然ないですよ。うん。<laughs> そうだよね。うん。いや、言われたかもしんないよ。えー、これができないとあなたはダメだよとか。えー そういうい言葉を過去にかけられたことがあるかもしれない、えー、だけど、えー、自分で自分の価値を、えー、決めるんであって人にね <laughs> そんなこと言われる筋合いはないっつってねそんな自分で自分のこと決めていいんじゃないですかねうんそんなこと思いますよ誰の人生ですかうん自分の人生ですもんね、うん、人が 歩んでいる人生ではなくて自分で歩んでいる人生ですからね自分の人生は自分で決めてくださいそれ私もこれからもえ自分の人生は自分で決めていきたいと思います、うん、そうすることでえ相手の人生はえ相手の人生として尊重していくようなね、えー、自分になれるんだろうなってこともまた思いますし えー、私は自分の人生は自分で歩いていく決めていくんだってこういう風に自分のことを尊重してあげられたら人はあなたのことを尊重してくれるんじゃないかなってこともまた思います <laughs> 誰に向けての何のメッセージかって話かもしれませんけどねえー、なんか、えー、きっと必要な方にね届くメッセージじゃないかなと思って、えー、今日は思うままに、えー、お話しさせていただきました。えー お話は以上になります。えー、最後までご視聴ありがとうございました。えー、どうか心地よい人生を歩んでいきましょう。お互いに。では、また会いましょう。ありがとうございます。